ご説明をさせていただきます、焼き物専門の皆様の前で本当に僭越なんですけれども、はい、観光情報センター深井と申します。よろしくお願いします。とまずですね、お客様入っていただいてこちらに、目の前にドンと、持ってこさせていただいたお人形ですが、こちらに世界最大の磁器製、座り雛二段飾りというふうに世界最大と豪語しております。豪語しておりますが、ちゃんと、事務局で調べておりまして、日本国内の焼き物の産地を調べました。そしたらですね、岐阜県の各務原市というところに頭だけが陶器で、あとは木目込みという大きなお人形115センチのやつがありましたが、磁器で座っているお人形としてはこれが、一人の大きさは世界最大です。間違いありません。で、成形をですね、佐賀県の窯業技術センターで、加食を考案者様の方にお願いして、やっていただきました。で、まあ、絵付けはですね、考案者らしさをしっかり出していただきまして、で特にこのぼんぼりですね、まあ、特にといいますかぼんぼりご覧いただくと、流水と桜の文様が非常に美しく描かれています。